えー、このポッドキャストは、ホラー小説家の平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に、えー、手に入るオンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、えー、というわけで、 まああの「ダークナイト・ライジング」の続きなんですけれども、まあ、話がちょっと長くなってしまったのはあまりにもちょっと穴が多いんですね今回脚本に問題はですねリアリティラインの設定の仕方をそをノーランが間違ってるっていう気がするんですよ、えー、まあダークナイトシリーズっていうか今回のノーランのバットマンシリーズっていうのは非常にリアルな えものととししててやろうとしてるんでですねで漫画っぽくしないようにしようとしてその例えばゴッサムシティっていうのは今までそのどこにもない街として描かれていることが多かったんですけども特にティン・バートンの映画とかでは、えー、1作目2作目はシカゴでも完全にシカゴにしか見えないシカゴで撮ってで今回はニューヨークで撮ってっていうですね非常に現実にしててで全てその現実に設置させて描いているというところがあって。 例えば怪人とかもう何て言うかとんでもない怪物とか出さないでみんなリアルに描くというやり方をやってたんですが今回の「ダークナイトランジング」ではそのリアリティラインを自分で設定したのにそれを超えちゃってるシーンが何個も何個も出てくるっていうとこは非常に大きい問題ですね。リアリアティラインというのはだから動物が例えばしゃべる漫画とかアニメとかだと、まあ、動物がしゃべるってことでリアリティは、えー、その段階でないわけですけれどもその動物がしゃべるっていうリアリティ設定をするわけですよ。 でその中でのリアリティラインっていうのがあるわけですよ。それを超えちゃうと見てる方はおかしいなと思うんですね。でこれはもう、例えばスポーツのルールみたいなものですよね。ここから先はダメだよって、ここ,こまではオッケーだよみたいなとこなんですよ。あの、このコートから出ちゃいけないよみたいな。<laughs> それを自分で設定したのにそれを破っちゃうからぐちゃぐちゃになってるってところは非常に大きいと思いますね。くだらないもともと漫画なんだから、その、でたらめでもいいじゃないかって、でたらめでもいいんだけれども、自分で設定したラインを守りなさいというところですね。で、ただそれをずっとやってるよりは、まず先にですね、まあ私の言いたいこと、えー、テーマについてちょっと話したいんですけれども、でまあとにかくね、今回のダークナイトライジングの最大の問題は、抜きどころがないってことです、ね。見どころがない。 上がるところがない。行かせてくれない、えー。クライマックスのないセックスのような、え精、ー、しないオナニーのような映画だったと。えー、いうことですね。おかずのないご飯のようなね、えー、そういうことだったわけですけども、どうしてかというと、まあキャラクターに入り込めない。応援できない。一緒に苦しんだり、一緒に楽しんだりできない。で、前のダークナイトにはもう何箇所かですね、 行くっていう瞬間がありましたね。えー、例えば、ジョーカーがね、あの警察から脱出して、えー、髪を、ね、こう風になびかせながら箱乗りをするシーン。もう、あれで、うわっ悪が勝ってしまったでもすげえっていうですね、あの瞬間にジョーカーになりきってですね、ものすごいこう実存の極限みたいな感じがあったですね。であと、その全く逆の方向でフェリーに爆弾を仕掛けた。それで 一般市民に爆弾のスイッチを押させるとで、お前ら人殺しをやってみろと、やったらどっちも押さなかったと、ね、人間って素晴らしいんだっていう、非常にもう上がる瞬間ですね、そういったね、抜きどころがない、えー、困った風俗じゃねえや映画だなというところですね、上がるところがないのはなぜかっていうと、 えー、まあキャラクターに入り込めないから。だから帰かってディテールの間違いが目についちゃうんですね。で、ディテールが変だってことが気になるから、ますますドラマには入り込めないという相乗効果でですね、どんどん悪くなっていくんですが、例えばその、カジュアル一ッの漫画っていうのは、ディテールよく考えるとめちゃくちゃなんですよ。結構子供心にも変だこれはねえっていうのがあって、えー、特に大リーグボール系ですね。大 <laughs> リーグボール系は、こりゃねえだろうと。 もう、小学生でも結構わかるというか、一回実験するとわかるっていうか、特にダイリングボール2号の消える魔球はないねっていうね。いろんな意味でありえないんですね、ダイリングボールっていうのは。でも、すごくキャラクターがよく描けてて、それぞれの登場人物に感情移入ができるから、ドラマの中に入ってるから、別にいいんですよ。だから、おとぎ話では、その、動物が喋ったりね、魔法ができたり、出てきたりしますけども、 別に人間が描けていれば、その中に、その世界の中に入ってて、その世界のルールの中で、えー、生きてるわけですから,ら、生きれればね、そのルールの中に入れれば、別に問題なくなるんですよ。いやもう本当にね、デタラメでィだから先駆け男塾みたいなのあるわけじゃないですか。先駆け男塾って本当にデタラメでばかバカバカしいんだけれども、でも熱く燃える瞬間があるんですね。そこで描けてる人間の心は本物だからですね、設定や、あの、任命処方とかデタラメだけれども、心は本当なんですね。心がきっちり、 本当の魂が描けていれば別に何でもいいんですよ。でたらめでも。でね、あのー、例えば音楽がね、もうパンクとか下手くそな、もう演奏がぐちゃぐちゃであってもね、そこで本当の魂がね、歌われてれば別にいいわけじゃないですか。ダークナイトライジングの最大の問題は、キャラクターたちの動機とかた、まあ、魂が描けてないってことですよね。はい。えー、敵にテーマがないということでもあるんですけれども、 例えばですね、プロレスにはテーマが必要なんですねあの各試合がただ試合を組みましたじゃなくて、その試合の裏にドラマとかテーマとか、まあ、アングルと言われているものなんですが、それが必要なんですよ、はいえー、それがですね、例えば藤浪と長州の戦いでは、そのまあ、そのなんていうか、新日本プロレスで、えー、猪木の後継者として、エースとして、まあ可愛がられて育てられてきた藤浪辰己に対して、常にその2番目、3番目でですね、 不幸な目に遭ってきた長州力がですね、えー、俺はお前のかませ犬じゃないと言ってですね、えー、戦いを挑む、挑むという、まあ一種の革命みたいなこと、えー、維新といったことがテーマになってましたね。はい。で、例えばあと、WWE、WWF においてはですね、まずその、金儲けのためならどんな汚いことでもやる社長。 実際の社長であるビンス・マクマホンというのは言ってですね、それに対してものすごく悪いチームの中でももうなんか不良社員であるスティーブ・オースティン、ストーン・コールドがものすごく乱暴にですね、その社長に戦いを挑んでいくという形でそのただの試合ではなくてですね、その裏にテーマがある。テーマがないとちょっとプロレスっていうのはちょっと成立しないんですね。どうしてかちょっと応援できないからです。はい。その今回の ダークナイトライジングにその問題があるわけですね。応援しにくい。なぜならばテーマがないから。はい、で、バットマンビギンズにはまあ一応あったんですね、はい。強いか弱いか別にしてそのテーマがですね。まずその、えー、非常にその腐敗した警察権力とマフィアが結託して、えー、癒着しているゴタムシティというところがあって、えー、それに対してですね、バットマンが警察と別の、なんていうか正義として戦っていると、さらに、さらにすごい正義、さらに強烈な正義としてですね、 えー、影の同盟のラーズ・アルグールが出てきて、もうそもそもこのゴスタムシティっていうのは腐ってるんだから、滅ぼしてしまえと。言うんで、今度は、そのですね、バットマンがその悪を滅ぼすと、悪を罰するって言ってる、そのラーズ・アルグールの爆破計画を止めるという展開ですね。で、これは正義とは一体何なのかと、どこまでが正義なのかというようなことですね。つまり、バットマンにおいては人々を守るってことが正義なんだと。でも、そのラーズ・アルグールではもっと 強烈な正義ってものは、まあ、なんというか、理論的に、倫理的に存在するものであって、民衆とは関係ないという立場になってて、この二つの正義は対立するという形でした。それがバットマン・ビギンズ。はい。で、次のダークナイトにおいては、この正義に対する完全なネガのですね、というかアンチクライスト的なですね、ええー、まあ、ーカーが出てきて、その正義というものそのものを、その、崩そうとすると。 で、例えば普通の人たちは正義と信じている普通の人たちにですね、人殺しをさせようとしたりですね、えー、もう正義そのものを体現しようとしているそのハーヴェイ・デンに人殺しをさせようとしたりして、正義そのものを揺るがせていこうとするというですね、えー、非常にその倫理的な、なんていうか、テーマになっていましたね、ダークナイト。はい。で、今回はどうなのかっていうと、一応、表向きはダークナイト・ライジングは、その貧しい人たちがその金持ちに対して反乱を起こすということを指揮すると。 いう形になっているんですね、その主人、あ主人公や、あの、悪役のベインが。えー、ところがですね、実際はそれは何の目的でもなくて、バットマンをいじめるためであって、精神的に、その、ゴッサムシティを滅ぼすのはもともと目的だったんだって言っちゃうんで、その、ベインがやってること自体に、ベインはテーマを持ってない。ベイン自身がその、えー、革命みたいなことをしたときに、その、それを信じていないということがあるんですよ。で、あの、 ゴッサムシティを占拠するってこと自体が空洞化してるんですね。で、その本当にやりたいことっていうのは、そのゴッサムシティの爆破なんだと。えー、滅ぼすことなんだっていうんですが、それ自身はベインが別にやりたいことではなくて、ベインが愛するタリアっていう女性が元々その、えー、やろうとしていたことであって、それに加担してるだけなんですね、ベインは。で、ここでベインというのは全くなんていうか、自分自身の意思,意思を持っていない存在になってますね。まあ、愛だけなんですよ。 で、タリアの方もですね、その、何のためにそのゴッサムシティを滅ぼすかっていうと、父の復讐であって、父がやろうとしたことを、まあ、成就するためだというようなことを言うんですけれども、まずその、父がやろうとしたのはゴッサムシティが腐敗しているからだって言うんですが、ゴッサムシティの腐敗っていうのは、現在はないっていう設定になって、そう説明されているので、まずその、腐った町だから滅ぼすっていう前提が存在しないんですね。で、ただですね、父親がやろうとしたことを、 やるだけけだだだだとと復讐なんだというだけなんんいうですよだから彼女自身もそのゴッサムシティを滅ぼすことには彼女自身もテーマを持っていないんですね。これはね敵が空っぽなんですよ。要するに前2作はそのバットマンが戦うってことでもって正義とは何かとか本当の悪とは何なのかとかそういったことを考えさせて それをバットマン自身が内面化して悩むということがまあ形だけではあるんですね、でも今回はまず、もうこういった形で敵の動機が空洞化されていると。ダイハードみたいですね ダイハードっていうのはまだ80年代に作られた映画ですけれども、えー、それまで70年代の悪役としてよく出てきた思想犯として犯人が出てくるんですね。あのー、まあ、よくある西ドイツのですね、えー、バーダー・マインホフみたいな、えー、左翼ゲリラとして出てきてですね、左翼テロリストとして出てきて、ところが実はその正体は、左翼どころかですね、もう金儲けしたくてしょうがないやつ。 えー、何て言うかですね、それも株のですね、有価証券を盗みに来たという、まさにですね、80年代というのは株ブームだったんですよね。あの、ウォール街みたいな映画も作られたね。まさにそういったものを体現するですね、非常にそのバブリーな、えー、欲望、金、もう、金が欲しくてしょうがないやつっていうのは、悪人として出てくると。 ダイハードは。はい。だから、もう、こっちの方もですね、なんだ、もう、じゃあ、全然、何んというか、同情の余地ねえな、こいつ、めちゃくちゃ悪いやつだな、私利私欲だなって感じで、ぶっ殺せって気持ちになるわけですけども、えー、しかも、それで80年代っていう時代、要するに、まあ、欲望の時代を象徴していると。もう思想じゃねえんだよ。これから金儲けなんだよってセリフが、まあ、出てきますけどまあ、非常にその、意味があるわけですね。はい、ダイハードの場合は。でも、こっちはそうじゃないんですね。もう、どん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 段階的に空洞化していってるんですよ。犯人が。 はい、がされてっていっるんですよで。もう一つのテーマというのは、バットマンが自己犠牲をするんだというテーマがあってですね、えー、これはあの、えー、ノーランたちが参考にした、えー、ディッケンズの二度物語がそういう物語なんですね。でこれはまあ2人の、えー、男がいて、1人はフランス貴族で、1人はイギリスの弁護士であって、1人の同じ女性をまあ愛してしまうとで。その女性はその貴族と一緒になってしまうと。 ところが、その貴族は、ええー、今まで貴族として生きてきた償いというか、自分たち、自分の、ええー、周りの人たちを守るために、ええー、フランスに行って処刑されなければいけないと。フランスね、フランス革命で貴族たちを処刑してるんですが、そこに自分で自ら行かなければならないと。自己犠牲をしなければならないと。で、ただ、愛してる女の人を置いて死にに行くわけですね。で、それは、ちょっと、ええー、その代わりにですね、イギリスのその飲んだ国の弁護士は顔がそっくりなんで、代わりに、 フランスに行って処刑されるという、まさにその自己犠牲、二つの自己犠牲がテーマとなっているのは日東物語なんですよ。で、この貴族の自己犠牲っていうのはですね、一体何かっていうと、これはノブレス・オブリージと言われているものを象徴していると僕は思いました。っていうのは、まず貴族とかですね、大富豪、お金持ちというのが、そういうふうにして暮らしていられると、そういう支配的に暮らしている、理由っていうものをその、正当化する理論としてですね、戦争が起こったりしたならば、 貴族は真っ先に戦場に行って命を懸けなければならないと。それが高気なる者の,の義務なんだという考え方があるんですね。だから自己犠牲をすることによって貴族は普段その貧しい民衆の上に立っていることは許されているということがまずあるわけですが、まあそういうふうなことをしない貴族っていうのはただのダメな貴族なわけですよ。はい。 で、バットマンにおけるその、えー、ブルース・ウェインっていう大富豪のやっていることもまさにノブレス・オブリージュなわけですね。金持ちであるがゆえに、そのお金をですね、えー、寄付したりですね、えー、いろんな産業に使ったり、えー、世の中を良くすることに投資したりですね、えー、バットマンとして戦ったりということで、命がけで戦うことによってノブレス・オブリージュ、えー、を果たすという話になっていると考えられるわけですね。 でその場合ですね今回、まあ、自己犠牲として、まあ、その水爆を持ってですね中性子爆弾を持って、えー、それを誤差無してから遠ざけることで彼は死んでいくというのは別に悪くなかったと思いますだからみんな感動したと思いますでもその後ですね実はブルース・ウェインは生きていたってやっちゃうんですよねそしたらじゃあなんで自己犠牲してみんな感動してどうぞ生まれたったのに 裏切られた感じですね。観客は特に裏切られた感じですよね。感動したらなんだ生きてたのか。しかも、えー、自動操縦でですね、自分は全然無傷で。ね。だこれは別に何も犠牲にしてないんですね。主人公は。これは感動して損したっていう感じになっちゃいますね。で、別に死なせてもよかったんですね。今回その3部作で終わりにするってクリスファー・ノーランは言ってたわけですから、別にバットマンは死んだということで、えー、みんなを感動させて全然よかったんですよ。 ところはそれをやっていないと、これよくわからないですね。はい、続きを作りたかったのかと。別に殺してもよかったわけですね。はい。で、あのー、さっき言ったそのせっかく感動したのにがっかりっていうのはもう一つあのー。 ちょっとここからですね、えー、その問題から、えー、個別のですね、フロットホールで、えー、フロット状の穴でですね、えー、言い忘れたこととかをちょっと言ってきます。これもう手,手短にパッパッパッと言うようにしますね。えー、その後ですね、えー、こうした方がよかったんじゃないかみたいな話をちょっとしたいんですけれども、はい。で、がっかりしたって話ではですね、そのベインがですね、お前の心と体を折ってやると。ね、どっちを先に折るか。 っていうことを言った後、背骨をバキッてやるんですけども、その後、あの、奈落っていうあのピットの中でですね、バットマンは医者に見てもらうとですね、あ、これ背骨がずれてるだけだからって言われて、くきって直してもらうっていうのは、これすごいがっかりですよね。これめちゃくちゃがっかりですね。はい。もちろん、あの、背骨がずれていても、その、ぐきってやるのは非常に良くないことですけども、それ以前にですね、背骨を折ったと思って、もうこれは絶対絶命だって観客がハラハラしたらですね、 大した,こ,となかったこれは観客も裏切ってるし大したことない人をですね監視のないその奈落に入れちゃったベインっていうのも間抜けだってことでこれはちょっとやばいなと思いますね。はい、であともうこのベインっていうのが一番最初に出てくるところで俺らのツイッターで指摘があったんですが、えー、血液をですねその誘拐する博士から抜いて死体に注入するっていうシーンがあってそれ意味わからないっていう指摘があったんでこれは僕は見てすぐ分かったんでこれは要するに死体を が墜落してですね、他の人たちが調べた時に博士だときに、その死体を博士だと思い込んで、博士は、えー、死んだというふうに偽装するためにベインがやったんですが、これもちょっとおかしいんですね、まずです、ね、心臓が停止した死体に血液を注入してもです、ね、そこで凝固するだけですね、その部分で。血液全体を入れ替えなきゃだめですけども、入れ替えることはできないですよね、心臓が動いてない状態だとね。 えー、それと、まあ、あの、下に墜落した死体がですね、指紋から顔から何もかも粉々に粉砕されるってことを想定してないと、この偽装は成立しないんですけれども、そうなるっていう保証はどこにもないんですね。 はい。それで話を前回の続きにちょっと持っていくとですね、えー、まずまあ2000人ぐらいの警察官がですね、地下に閉じ込められていると。それで食料と水はあるみたいな話すですね。それを食べるシーンとか飲むシーンが全然ないんですが、2000人分の食料ってどう、すごい量ですよね。1000人だとしてもかなりすごい量ですね。しかもそれを何ヶ月もってね。 これは、やっぱりね、それをちゃんと見せないと意味がないですね。はい。それで、それを密かに送り込むことはもうほとんど不可能ですね、両方すぎて。はい。この警察官たちがですね、まあ、3ヶ月だか5ヶ月だか、なんかそのくらい、まあ3ヶ月以上、5ヶ月未満、えー、このトンネルの中に閉じ込められた状態でですね、えー、うんこやおしっこはどうなってるのか、まあ下水に流してたと思うんですけども、えー、食べ物以前に、ひげがですね、全然伸びていない。 ねえ、アメリカ人も、もう白人でも顔こんなになってますよ。もうみんななんか、あのー、ホームレスみたいになってるはずですけどね、全然綺麗。服もそのまんま、制服のまんま。これありえないですね。ねで、ずっと閉じ込められててね、もうみんな女に飢えて警官同士でなんかこう、ビレージピープルになったりとかですね、いろいろするんじゃないかと思うんですが、それはいいんですが、はい。 えー、婦人警官はどうなってるんだとかね。なんかよくわからないですね、本当にね。みんな妊娠してたりするんじゃないですか、あの、地下室の中で。はい。もうよくわからないですが、突然いろんなものに目覚めたりとか、いろんなことがあると思うんですけども、まあ、髭も伸びてないって、そりゃねえだろうと。ね。で、まあ、あの、これで思い出すのは、この、地下室の中でうんぬんことで考えると、あの牢獄ですね。あの牢獄監視がいない、監視がいないっていう問題で、 まあ、見張りがいなくてどうかっていう以前にですね、中に入ってる人たちの食料とか水、えー、トイレ、どうしてるんだっていうね、全くわからないですね。はい、あ。<laughs> 本当に困ったもんだと。あと、バットマンがですね、まあ、どうやって入ったのかは全然わからないまま、その、えー、ごさむに戻ってくるんですけれども、その、なぜかバットサインをですね、シコシコ作ってるんですね。 で、一人で作ったことになるんですけれども、その、えー、橋にですね、炎でバットサインが浮かび上がるって、まあ確かにかっこいいシーンなんですけど、そんなことする暇あるんだったら、あの、爆弾が爆発するかもしれないんだから、なんとかしろよ、そっちの方を先にしろよと、バットサインとかそんな一生懸命作ってんだよって問題がありますね。はい。 で、あとまあ最後にまあ格闘シーンになるわけですけれども、ベインとのですね、またこの格闘シーンの演出がひどいんですね。もう振り付けがもうなんかもうちゃんとやってなくてですね、ただペチペチ殴り合ってるだけなんですけども、今の映画の格闘シーンって例えばボーンアイデンティティシリーズなんか見ても本当にリアルでかっこよくて、その格闘シーンだけでもう見れちゃうんですけども、このベインとバットマンの格闘は全くですね、見てられないんですね。でどうしてかというと、一体どこが見せ場で、一体どこの部分が え、テーマになってるのか、この、わからないからなんですね。どう、どう、この場合のテーマは、すでに力では勝てなかった、えー、バットマンが、果たして今回はどうやってベインに勝つのかっていうのはテーマですよね。それが何もないまま、その、負けた理由を、えー、調査して、で、勝つための作戦を練って、みたいなことをやっていかないから、観客は、一体この場合攻めどころは何なのかってことはわからないんですね。 だから乗れないし、演出もそれができてないんですよ。で、まあ攻めどころはっきりして、はっきりあるんですけども、ベインは、ね、その痛み止めガスマスクっていうのをしてるんですが、その痛み止めガスマスクのところを殴って壊れると急に弱くなっちゃうんですね。ちょっと <laughs>、それをバットマンが知るっていう過程もないし、えー、そもそも顔の真ん中にそんなに弱いもんつけてんだよっていうね、えー、顔の真ん中に金玉がついてる状態ですね。はい。 えー、これはめちゃくちゃ弱いと。これも困ったなというところです。でとにかくその何か戦いに一回負けたものはもう一回勝とうとするっていうときは、その勝つための努力、勝つための作戦というものを、えー、作ることが、そのドラマにおいて最も大きなですね、見せ場にもなるのに、えー、特にスポーツなんかそうですけれども、えー、そういったことをまあ全然考えていないという点で、まあ本当に初歩的だなと思いましたね。はい。 で、またですね、このベインがですね、まあとにかく全然その、このオキパイしたこと、えー、このゴサムシという選挙に関して彼自身の思想的なバックボーンは何もないし、何、えーまあ、も求めていないとで。ただ、その、タリアって女の子が好きで言うことを聞いてるだけであると。言うんで、すごく、まあがっかりもしたんですが、あの、まあちょっといいとこですよね。これはまあ,あの、愛と誠における、えー、高原由紀を愛して、そのためなら何でもする男、ザオゴンタ。 えっていうやつですね。あの、わしはーってやつですね。あの、わしはタリアちゃんが好きだーっていうやつですね。はい。それはそれで泣かせるんですけど、まあ、その描写もちゃんとやってないんで、もったいないなと思いましたね。これももっとやるといいですね。愛のために何でもする男っていううにすれば、まあ、ちょっとテーマ出てきますよね。 で、まあ、タリアの方も、まあ、とにかく爆破することだけは目的であって、別にゴサムシティのことはどう,どうでもいいっていうか、あの、もう腐敗がなくなってるから、あんまり爆破する意味ないんですけど、まあ、復讐のためだけにやってるっていう点で、まあ、なんかちょっと困っちゃうんですけども、まあ、それはいろいろ、まあ、もう本当に根本的な問題なんですけどもね。はい。でですね、えー、まあ、これをどうしたらいいかということをね、考えるんですが、僕はね、あの、基本的にその、 もうちょっとだけいじればね、別に全然大丈夫な話になるような気がするんですよね。はい。で、これをまずどういうふうにいじるかというと、まず戦いにテーマを持たせると。で、闇の同盟がやってる、タリアがやってること自体に、その彼ら自身の動機をちゃんとあげればいいんですね。で、これはまあ非常に簡単で、闇の同盟っていうのは正義の分断ということになってるんですよ。非常に独善的な正義の分断なんですけども、その彼らは彼らの理想を、えー、達成するために、 えー、ゴッサムシティを乗っ取ったってことにすればいいだけなんですよ。本当はゴッサムシティ乗っ取りは我々の目的ではないなんていうことからわけわかんなくなっちゃうんだってそのまあ中世子爆弾でアメリカを恫喝しつつ、えー、彼らがそのゴッサムシティで彼らの理想を実現しようとしたってことにすればいいんですよ。ね、でそれは本当の正義なんだろうか本当に民主のためにいいんだろうかってことがその疑問として出てくると。 いうか流れになれば別に悪くないですね。で、まずあともう一つバットマンが、あの、えー、奈落ってピットにぶち込まれる部分がすごくそのうまくいってないっていう部分は、これは一番の問題は、その、えー、彼を苦しめるために奈落に入れたっていう,いうのは別にいいと思います。はい。ただ、だったら監視すべきですね。彼が苦しんでるところを見たいはずですよ。本当に苦しめたいんだったら。だから、 手元に置いて拷問して、手元に置いて、そのゴスタムシティが、えー、そのタリアとベインによって好きなようにされていくのを、彼ら自身があの、バットマンが彼らの手元で見て、悔しがるのを彼らが見らなければ意味ないですね。まあ、そうしたらいいんですよ。そうしたら無理なことはなくなるんですよ。ね。外国に行ってどうやって帰ってきたかとか、そんなの全部消えますから。 ね。それともう一つは、そのベインがお前の心と体を折ってやるといったように、実際は体しか折ってないという部分に関して、実際に心を折るためには、バットマンが今までしてきたことは間違いであると。いうふうに、バットマン自身の思想解体をするということで苦しめた方がいいんじゃないかと思うんですね。心を折るって言ってるわけだから、まあそうしないと困るわけですけども、 えー、つまりバットマンというのは自分は金持ちで、えー、みんなに施しをして、で、まあ、バットマンとして敵を倒してきたという問題があって、あ、そうだ。あと一つ大きな問題があって、バットマン膝がおかしくなってるって言ったんですけど、途中でどっか行っちゃいますね、それね。それも困ったなと、思いますね。はい。えー、それでですね、まあ本当にいろんなところで困った映画ですけれども、えー、特に困ってるのはその動機とかの問題ですね、敵の動機ですね。で、まあ、バットマン自身が、 あの正義を信じてるんだけども,もっと大きな正義を信じて,ると信じている闇の同盟というこの対立はせっかくバットマンビギンズでやってもう一回繰り返してるんだからやればいいんですねでお前自身がやろうとしてることは実は全然このゴサムシティの人たちの役に立っていないとお前は金持ちのままじゃないかとこんなに貧しい人たちがいるんだ。見ろと言って、えー、バットマンを晒し者にして、えー、実際に貧しい人たちにあのバットマンを糾弾させればいいんですね でえー、お前はそのえギャングをやっつけたとか言ったけどもギャングを殴ったりすることが本当の正義じゃないだろうと、ね、本当に世の中に悪いのはその貧乏であったり格差であったりそういうことじゃないのと、ねえー、貧乏人がいるのにそのヤングさをぶん殴ったって世の中は全然良くならないよと。 いうようなことでいいんじゃないかなと思いますけどもね。で、それでバットマン自身の持ってた、その、バットマン自身が持っている正義っていうのはすごく、えー、まずビジランティズムというですね、自警主義というんですが、悪は自分の手で倒すと、警察の手は借りないと、えいうような、まあ、アメリカに伝統的なリバータリアンの考え方ですけれども、そういったものがあるんですね。で、これはものすごく、あの、ものすごく右の考え方ですね。 で、もう一つはその金持ちは金持ちでもって、それをみんなに施すことによって世の中が良くなるという、まあ、非常に、まあ、古典的でもあるその自由主義的な考え方。え、これトリクルダウンと言われている理論ですけれども、金持ちのところにお金が集中することによって、それが寄付とか、え、まあ、いろんな事業への投資で世の中を良くしていくという、それこそアダム・スミス的な えー、自由競争、自由市場で金持ちがいるのはいいことなんだと、それで世の中良くなるんだと、貴族にも文化ができるしというような考え方がまずあるんですけれども、まずこれに対してその、えー、ベイン、闇の同盟は、アンチテーゼとしてその出てくるといい感じなんですね、お話がね。で えー、お前、バットマンの思ってることは独善であって、えー、そうじゃないと。世の中は、本当にまずい人たちがいるのに、お前は豪邸に住んでて、それはやっぱおかしいよというようなことを、まあ言うんですね。で、それに人々が、まあ、加担していって、ベインは一時的に、その、まあ、革命の、えー、ていうか、指導者として祭り上げられるという展開になると、その、ノーランがやろうとしたフランス革命にも近くなってくるんですよ。はい。それで、バットマンはですね、えー、自ら信じていた。 えー、ものを解体されて、まあ、なんていうか、自己否定。昔、は普通に、あの、よく共産主義の国で本当に貴族とかですね、えー、金持ちとか旧支配者をみんなで糾弾するということは、まあ、中国とかでも怒られてましたけど、自己批判させると。まさにそういうことを起こせばいいんですね。その方が彼にとっては、えー、非常に拷問じゃないかと。彼自身が守ってると思った市民が実は自分のことを別に、えー、なんていうか、 信頼してなかった。別に好きじゃなかったってことは見えてくるといいかと。で、一番その問題なのは、バットマンがいることでゴッサムシティが危険になっているということを指摘するといいと思います、ベインは。はい。で、まず最初のバットマンビギンズに持っているゴッサムシティは爆破されそうになりましたけれども、えー、それはまさにバットマンがゴッサムシティにいたからターゲットになってるんですね。 で、その次はジョーカーですけど、ジョーカーはまさにバットマンに対してですね、まあ、横連帽するというかですね、片思いでもって、バットマンに対する対抗意識でもってゴッサムシティを、まあ、にテロを起こすんで、まさにバットマンのせいでひどい目にあるんですね、ゴッサムシティは。で、今回もそうですね。で、とにかくバットマンがいることで災いを呼んでいる。バットマン、バットマンがいることでテロリストを呼んでいるんだと。まさにアメリカがその、世界の正義として振る舞うためにテロを呼んでしまったというのと同じようなものとしてですね、えー、こいつがいるためにゴッサムシティは、 散々な目に遭うんだって言って、まさにバットマンの存在意義そのものを揺るがせるという方向でバットマンを精神的に、えー、苦しめた方がいいですね。はい。で、まあそれでバットマンは完全に打ちひしがれると。しかも背骨はもう折れてるんです。やっぱり背骨折るっていうのは、まあ、ベインの、えー、売りですからやった方がいいですね。今回みたいに背骨がずれてるんじゃなくて、本当に背骨折るということで下半身麻痺という状態で、しかもみんなに片っ端から球団されると。ね、お前のせいだと言われ続けると。 とととこころがそこからです、ね、逆転が入ってくるといいと思うんですね実はそ,のそういったその革命勢力を維持しているのは暴力によってであ,るあるんですね、そのベインは。街を支配して、で片っ端からその人民裁判の死は今回も出てきますけれども、えー、自分に逆らうものを人民裁判で処刑していくと。 で、まさにこれはフランス革命で起こった、その人民のために起こった革命がだんだん、その裏切り者とか、えー、異端者を次々と処刑していくという恐怖責任に走ってしまったということを象徴しているし、あと、まあ、世界中の共産主義革命、世界中の左翼革命が全部そうなってしまうと。最初は人民のために始めたのに、次々と処刑をして、えー、全体主義になってしまうという。まさにその、 左翼的に始まったものは右翼化するという現象ですね。ソ連でもありましたし、スターリニズムであったり、中国でも、あの、えー、文化大革命があったり、その、次々と人を吊るし上げして処刑にしていく恐ろしい、恐ろしい、えー、時代に突入していると。いうことで、だんだんみんな最初は、あの、ベイに、の革命に浮かれてたのが、だんだん冷めてくるんですね。これは恐ろしい。前よりも恐ろしいことになったと。で、まあ、こういったことは当たり前で、イデオロギーによって作られた社会は、 やはりイデオロギーの違うものを許さないんですね。それが怖いんですね。それがイデオロギーの恐ろしさなんですね。だからそれを見せるんですよ。やはりこれはバットマンの裏返しになってくると思いますよ。えー、そうすると。つまり、独善とかそういったものの恐ろしさですよ。で、だんだん市民の間で、やはりベインには我慢できないと。ベインを潰さなければいけないんだという、まあ、レジスタンス活動がだんだん高まっていくと。地下で。で、それを支持するのはブレイクでいいと思いますよ。 で、バットマンを待望する人々が、あの孤児たちでもいいです、次々と街にですね、バットマンサインを落書きして回るんですよ、するとベインの恐,恐怖を持って支配する秘密警察は、ですね、誰かがもう裏切り者、バットマンを、えー、信奉している裏切り者どもがいる、半革命分子がいるぞってことにもって、彼らがりをすると、ますますその、えー、全体主義化していくと、思想統制を始めていくという展開ですね。はい それをやってるそのレジスタンスのブレイクをちょっと、あるおじいさんちょ、ちょっとおいでちょっとおいでって言うんですね。それ何ですかって言っていくと、君はなかなか見込みのある青年だ。ちょっとこっち来たまえ。つっていいものを見せよう。って言って、見せられると、ダダダーンダーンって感じで、バッド警部なんですね。はい。彼は、そのおじいさんの正体はアルフレッドだったんですね。はい。で、アルフレッドは実はゴサムシティが出てなかったんですね。 で、まあ、画面切り替わって、えー、画面切り替わってとか言って、勝手に言ってますけども。で、まあ、ベインは、その、愛するタリアとですね、もう、支配してると。ゴサブシティを。ね。で、最初は、その、民衆を平等にするって言ってるくせに、彼らが実は支配者として君臨しているというね、まさに、その、動物農場、共産主義の恐ろしさですね。はい。えー、ということになっていると。で、とにかく、バットマンは、でも、精神的にものすごく、まあ、苦しめられて、 もう落ち込んで地獄、もう死にたいって気持ちになってると。じゃあお前を死なせてやろうと。しかしただでは死なせないぞと。みんなの前で、民衆の前で、お前を恥ずかしめてやると。いうことで公開処刑をすると、バットマンで、ここでスタジアムを使うといいと思います。あのスタジアムの使い方は非常にもったいなかったんですね。で、スタジアムでもってバットマンをギロチにかけるっていうのをやると、えー、ちょうどフランス革命的な感じになるでいいんじゃないかと思うんですけれども、えー、しかもクライマックスで盛り上がるかなと。 えー、で、まあ、ベインがですね、あの、スタジアムに民主を集めて、えー、バットマンを行事にかけるが、こいつは有罪かと、こいつはこういうことをしてきたと、こいつのためにゴッサムしていったらテロの対象になってきた、ターゲットになってきたし、えー、こいつはもう自分で儲けた金をですね、えー、ろくでもない <laughs>、えー、えこの爆弾作ったりですね、えー、危険な核融合路を作ったりして、えー、ろくでもないぞみたいな話でもいいんですけど、なんでもいいんですけど、とにかくいろいろ糾弾すると、えー、みんな貧しい思いしているのにと。 いうようなことで球団して、こいつは有罪かって聞くんですね、民衆に。まあそこにまあ3万人とか4万人集まっているとします、群衆が。はい。で、えー、ところが群衆はですね、有罪だって言わないんですね。もうすでにベインの圧政に対して不満が高まってるんですよ。だから、バットマン有罪かって聞かれてもみんな答えない。そこでちっちゃい子がですね、言うんですね。それはあの、えー、バットマンの 個人、あので、ー、でもいいですね,そのはいいですねブレイクと一緒に活動しているそのレジスタンスの子供でもいいです。それがちっちゃい声で「バトマン悪くない我らはベインだ!」って言うんですよ。で、それは裸の王様裸だって言った子供ですよ。で、その子供の周辺しか声は聞こえないんですけども、その周りの大人たちはですね、今までベインの恐怖でもって何も言いたいことを言えなかったり、言論統制されて何も言えなかったんですけども、勇気を振り起こすんですね。そうだ やっぱりベインが悪い。こいつは偽物の革命家だ。弾圧者だ。っていう気持ちになっていって、そうだ、ベインが悪いんだって言うんですね。ザワザワザワっとするんですね。なんかザワザワっとザわついてくるんですね、全体に。ベインたち軍団はですね、ちょっとこれはなんかおかしいぞって気持ちになってくるんですね。ベインの軍団は銃を持ってですね、その軍師を一応見張ってるんですよ。100人ぐらいいると考えてくださいね。で、そのうちに子供たちがですね、 それがだんだん全体の群衆に感染していくんですよ、バットマン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 とコールになって広がっていくんですね、スタジアム全体に、バットマン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 、ねえ、もう抑えられないですよ、ベインのたった100人のライフル持っただけの軍団では抑えられないぐらいに、だんだん大暴動に発展していくわけですね、民衆の。 その3万人か4万人の民衆のベイに対する不満が「バットマンバットマンバットマンバット,トマン」ブーッこれがライジングなんですねあのライジングっていうのは立ち上がるっていう意味ですけれども、えー、民衆放棄の場合もライジングっていいますね例えばあのルーマニアでその共産主義のです、ね、独裁政権チャウシェスク政権があった時にその、えー、チャウシェスクが広場で演説している時に民衆が初めてですね「お前が悪い!」って言い始めて えー、大暴動が始まりましたけど、あれはまさにライジングですね。で、今回ですね、チュニジアとか、エジプトとかですね、えー、リビアとかで起こって、そのまたシリアで起こってるですね、民衆放棄、あれもライジングですね。で、バットマンはですね、こうギロチン台にかけられながら、ブルース・ウェインは、で、バットマンコールを聞きながら、あ、はあ、俺は民衆に愛されていたのか。でもどうしようもない。俺は立ち上がることはできないんだ。背骨折られてるんだ。ギロチン台にかけられてるんだ。と バットマンコールがもうどんどん盛り上がっていくんですが、バットマンは立てない。ところがそこに、ブーとものすごい音とともにスコアボードがちょっと爆発して、あのバットサインが燃え上がるんですね。うわーってみんながそっちを見ると、するとスコアボードの上にマントを翻してですね、バットマンが立ってるんですよ。 バットマンですね誰か、誰かといえば、ブレイクですね、ブレイクがアルフレッドにバットケーブに連れてかれて、バットマンの衣装を着せられて、まあ、ちょっとだけバットマンのトレーニングをし,てるんでしたんですね、それでバットマンとして、スコアボードの上に今立ってるんですね、もう民衆はここで大爆発ですよ、もう、一斉に暴動が始まって、3万人か4万人の群衆がですね、もうわずか100人ぐらいの、えー、ベインの武装集団に襲いかかります。 えー、ベインの秘密警察に襲いかかります。まあ、最初は何人か射殺されるでしょうけれども、<laughs> ま、何万人も襲いかかったらどうしようもないですよね。えー、もうあっという間にその彼らは制圧されてしまうと。で、なんだほらしかもそのブレイクはですね、バットマンの姿をしたブレイクは、えー、下に降りてベインと戦います。もちろんでも、えー、バットマン成り立てですから弱いです。ベインのは強いです。ねここでどうするか。ねまず、他の、 民衆が、助けます。ベイに殴りかかります。まあ棒とか持ってガーンとか言ってね。で、もちろん大したことないんですけれども、何人も何人も次々とベイに立ち向かいます。で、もう、ブレイクが、どうしたんだ、みんな危ないぞとか言うんですけど、その殴りかかった軍衆は、いいんだ俺もバットマンなんだって言うんですね。他の軍衆も言います。俺もバットマンだと心にバットマンがいるからって言うんですね。もうブルース・ベインここでですね、 な、もう、大泣きです、もう。俺は間違っていなかった。ね、動けないですけど。で、ベイン追い詰められていきます。ね。ここでバットマンは、その、議論人材から救われて、まあ、みんなにこう、持ち上げられて、助かるわけですけども。ね。で、タリアと、まあ、ベイン追い詰められていわけですよ。ね。 で、まあ、ここでですね、ちょっと話を面白くした方がいいなと思うんですけども、ええー、まあ、タリアとですね、まあ、なんていうか、ブルース・エインの会話が始まって、なぜお前は、俺に抱かれたみたいなことを言うと。それは、お前をくらし悔しがらせるためだ。お前は私を愛して信じて、裏切られて悔しかっただろう。ってなことを言うんですね。タリアがね。すると、ちょっとベインはびっくりするんです。あの、ベインの喋り方であると。 タリア、お前はブルースウェインと寝たのかとか言うんですね。面白くしようとしてますよ、はい。ねえ。タリア、俺はお前を愛していたのにとか言って、ベインはタリアに襲いかかって、タリアを殺してしまいます。ああって感じで。で、もう、ベインはもうやけくそで暴れます。はい。で、 ベインの弱点を顔の真ん中ってよう,うにするのは、やっぱりちょっと美味しくないんですね。えー、で、ベインの弱点は、そのマスクだって言うんですけども、そのマスクの仕掛けの後頭部のところに、なんだろうな、これ、えー、まあ、小さいタンクが入ってるぞみたいなね、話にするんですねで。後頭部のタンクのところにカートリッジを入れ替えるみたいな仕様をちょっと入れとくといいんじゃないかなと思うんですけども、前半の方で。で、そこを壊,壊すんだみたいなこと言われて、 で、まあ、ブレイクのバットマンか、その群衆がですね、そこを狙って攻撃しようとするんですけども、なかなか、まあ、ベインが強くて、えー、なかなか後頭部まで攻撃はできないんですが、とうとう後頭部にバンと当たって、後頭部のマスクのそのカートリッジが壊れると。そうと、ベインはその、なんていうか、痛み、止めが効かないんで、もう、苦しんで、のたうし回ると。ああーって言いながらのたうし回るんですね。で、そののたうし回りながら、最後の力を振り絞ってですね、えー、中性子爆弾のスイッチを入れると。 もうみんな死ねえって感じですね。もう愛する人も死んだし、俺ももう終わったし、死ねえって感じでスイッチを入れると。で、そこで、ブルース・ウェインがアルフレッドの助けで、ザ・バット、あの飛行機、ヘリコプターに乗って、その中世紀爆弾を持っていこうとするんですね、安全なところまで。で、ブレイクが止めます、当然。ね、バットマン、ウェインさん、やめてください。死んでしまいますよ。って言うんですね。すと ブルース・ウェインは、いや、これが俺の、やるべきことだ。義務だから。それに、君を見ろ。みんなを見ろ。もうバットマンは一人じゃないじゃないか。って言って、ザ・バットに乗って、海の体に消えて、中世子爆弾と共に、で、死んでいくと。で、本当に死んだと。だからこそ銅像ができると。まさに彼はノブレス・オブ・リージュを果たしたと。 いうことで、どうでしょうね。これだったらちゃんと泣けると。ちゃんと上がるし。はい。えー、というふうなことを考えました。はい。というわけで、どうでしょうかやっぱりダメ才能ねえな、俺。じゃあまた。バイビー。バイビー